入ります。はい、芸能界の大御所俳優の千葉真一さんです。改めてよろしくお願いします。今回ですね、8月の26日粋な関係というね、デュエットソングで2人で、まあ、あのレコーディングからね、撮影も全て終わったんですけども、初めて。そう、初めてね。え、あのたくさんいらっしゃるのに僕みたいな素人がとても恐縮しております。いい、もうとんでもないです。もう私の方が恐縮してるんですけども、あの作曲の吉幾三さんもレコーディング時に、まあ吉さんは素晴らしいあの歌手の方ですから、それはもうね、素晴らしいものが、なんかもうできてるんじゃないかと思うんですけど、本当にも素晴らしい作品だったんですけども、出来上がりもね聞いたんですけども、すっごい素敵なんですよ。それであの撮影が終わりまして、最後に監督とかね、スタッフの皆様が出来上がったのを送ってきたんですけども、あと制作のトップの方から送ってきたんですけども、千葉さんもすごいって言ってました。そんなこと、それ言っちゃったらみんながっかりしますから。いやいや、そんなもうただ本音で、いや、それがこれ本当に千葉さん本音なんて、もってごめんなさい、触っちゃってるんですけど、もう俺のセリフあるよ、本音だよ。なんかね、もう千葉さんって本当に長いんですよね。そうですね、もう30年近くなれるんですね。なんかもう大好きな方も芸能界で一番。いやいや、どうして僕みたいな、ね、もっと上手い人とやったらもっといいものになったかもしれない。一番尊敬できて、あの本当に大好きな、大もう大先輩、普通だったらね口も聞けない方なんです。世界の千葉さん言ってるんですか。なんでね、もう皆さん恐縮しちゃって、撮影現場でも監督とかがもう緊張しちゃってすごかったんですよ。何をおっしゃいますか。え、分からなかったですか。でもあのなんか、はい、どんなのができたのかとってもあの期待してます。そうですね、楽しみです、ね、素晴らしいです。恥ずかしいです。なんかもうちょっとこれ笑い話、なんか夫婦みたいねとか、息がぴったりねとか、あとあの前の奥様いましたよね、野際陽子さんに似てるとか私言われたんです。誰ですか。あのスタッフの方とかに言われてました。いや、知らないですよ。そうですか。ね、全然ねえ、なんかもうすごい雰囲気で、大人の雰囲気がねあってよかったってことなんですけど、実はこれがですね、第一校舎のダムにも入りますので、ぜひ皆様ね、粋な関係、CD を買って聴いて覚えて歌っていただきたいと思います。千葉さん、いやいや、初めてのデュエット、少々恥ずかしいですけど、いっぺん聴いてください、ね、でもすごく覚えやすい。そうね、ですよね。なんとか頑張りましたですね。本当にも今回ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。お世話になりました。楽しみにしててください。ぜひ皆様ね、買ってきて覚えて歌っていただきたいと思います。そしてですね、実はですね、 LINE 公式アカウント開設しました。グッズから、人生相談から、占いからも、いろいろ、あともう千葉大先輩にもね、こういう感じでぜひね出ていただきたいと思います。ぜひね、この番組ご覧の皆様ね、どうですか、この公式チャンネルね、よろしくお願いします。プッシュしてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございました。